はい、どうも皆さんこんばんは。なんとエンターテイナーロードの時間がやってまいりました。なおです。さて、今回はですね、前回第一級侵略作戦のエースのところまで行って、次はジャックから行きたいと思います。エースがね、ウルトラマン、ウルトラセブン、ジャック、タロウを救い出して、なんとか、それぞれ助けられることができました。次は、ジャックがベムスターを倒すということになります。街に被害が生む前にベムスターを倒せ。勝利条件、ベムスターを倒したら勝ち。敗北条件、巨大ガスタンクを破壊され、時間切れ、ジャックが倒されたら負けになります。でもジャック強いんだよね。でもベムスターは、ベムスターもね、攻撃食らったらめんどいだよね。ではとりあえず始めまーす。スタート。おい、おい、おい、ジャック超強いな、これ。あ、やばい。なんだよ、こいつ。ジャックとね、エースってね、なんか攻撃似てるのよ、すごく。兄弟なのかな？なんかすごいね、攻撃がね、似てるんですよ、なんか。おい。ジャックってね、本当は帰ってきたウルトラマンなんですよ。俺も最初わかんなかった。やばい。はい、倒しました。早っ。早っ、もう終わっちゃった。早い。ミッション成功。来た。無事、ベムスターを倒したウルトラマンジャック。うん。だが、まだ世界中に怪獣はいる。まだ怪獣いますよ。3体ぐらい。すごいな。どんな壊れ方してんの、東京タワー。すごいよ。バルタン星人にセブンなんですね。うん。一体どうなったらこんな津波が来るのか。これあれだね、ウルトラマンレオの時ね、こういうことあったんですよ。1話ぐらいにね、セブンがね、登場したんですよ。うん。人々は避難して、うわぁ、土台が損傷し、これ欲しいなぁ。危険な状態になっている。これ現実にあったら本当に怖いね、やっぱり。タワーに敵を近づけるな。人々が避難しているタワーを守り、バルタン星人を倒せ。勝利条件、バルタン星人を倒す。敗北条件、タワーを破壊され、時間切れ、セブンが倒されたら負けになっちゃいます。では行きまーす。スタート。おい、来た。やば、いきなり。もう、おい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 、やべ、ダウン。うわ、ちょっとメタリウムコース、エミリウムコース、ちょっとエミリウムコース、やばい、危な、来た。あれ
ワイドショット打てなかった。見なくなっちゃって、岩田選手。うん、倒しました、なんとか。立て続けに敵がセブンを襲う。うわぁ、マグマ星人。他の怪獣を操るマグマ星人が。レッドギアスと、あれ、あの怪獣の二人忘れちゃった。なんだっけな。まあ、怪獣に捕まられて。わあ、やばいな。すごいね、セブン。二回連続ですよ。確かね、これ、体力ね、めっちゃなかった記憶あるな。傷ついたセブン。うわあ、これ無理だ。無力な人々を見捨てるわけにはいかない。でもちょっと、頑張って倒してみますね。タワーを守り、マグマ星人を倒せ。勝利条件、マグマ星人を倒す。ファイブ条件、タワーを破壊され、時間切れ、セブンが倒されたら終わりです。いただきます、スタート。頑張れ、セブン。でも、タワーは近いんだよね。やばい。やばい。いける？まあでもレオがかわいそうだな。ちょっとわざと負けてあげよう。わざと負けてあげます、レオのために。よかった。まあ本気でやれば勝ててたんですけど、ちょっとレオがかわいそうなんで、まあ個人的にレオが好きなんで。わ、かっけえレオ、かっこいいねレオ。やっぱりウルトラマンレオは地球に駆けつけてきた。あのね、レオのね曲好きなんですよ。レオ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 って歌う、燃えよレオ燃えろよ。うん、結構好き。曲中に流れてきてから本当に好きになりましたね、レオの曲が。マグマ星人はタワー内部の人々を人質に、レオたちの闘争と企んでいる。かっけえなレオ。マグマ星人を倒せ。人々が避難しているタワーを守り、マグマ星人を倒せ。所有条件、マグマ星人を倒す。敗北条件、タワーを破壊され、時間切れ、レオが倒すとは負けになっちゃいます。でもレオは負けません。いただきます、スタート。きた。あ、強い、やばいよ、強い強い強い。やばい、強いって強いって強いって。やばい、え、ちょっと待って、ちょっと待って、やばい、やばいやばい、やば、まあ全然勝ちねえじゃん。危なっ。おお、ちょっと一回これ離れろ、危ねえわ。おいおいおい、来た。危ねえ、めちゃくちゃ危ねえ。
危なかったです、超危なかった。来た、最後 Z 怪獣軍団最強最後の生き残り宇宙恐竜ゼットンに襲われている。めちゃくちゃ強い怪獣来たー。ウルトラマン、タロー、セブン、ジャック、エース、レオ、6兄弟揃いました。さあてこれでゼットンを倒せば世の中は救われる。さあて頑張るぞ。まあ、と言いたいところなんですけども、ちょっといい感じの区切りなので、ゼットンの戦い、次回やりたいと思います。ちょっとまた長くなっちゃうので、ゼットン戦は次回に持ち越しになります。最後までご視聴していただきありがとうございます。いよいよ、ラストスパート第一級侵略作戦です。以上、ナオトエンターテイナーロードのお時間でした。またいつかお会いしましょう。バイバーイ。次回ね。抱きしめてあげよう。